水芭蕉は、里芋か水芭蕉族の多年草。湿地に自生し、発芽直後の葉間中央から純白の仏縁法と、呼ばれる筒を開く。これが花に見えるが仏縁法は、葉の変形したものである。仏縁法の中央にある円柱状の部分が小さな、花が多数集まった果女である。開花時期は、定地では4月から5月、高地では有雪後の5月から7月にかけて。葉は、 花の後に出る。根出状に出て立ち上がり、長さ80センチメートル、幅30センチメートルに達する。和美王の芭蕉は芭蕉布の材料に利用されている糸芭蕉の葉に似ていることに由来する。シベリア東部、サハリン、千島列島、カムチャツカ半島と日本の北海道と中部地方以北の本州の日本海側に分布する。南限の兵庫県やぶしのか。 穂坂峠にも隔離分布している。山地帯から鉱山帯の湿原や林家の湿地に分布する。学名の種商名はカムチャツカ半島に由来する。基準標本はカムチャツカ半島のもの。日本の各地に多数の群落がある。夏の思い出で歌われているが、実際にオゼ沼で水芭蕉が咲くのは5月末頃。これはオゼの季節で言うと春先にあたる。 今は、水場省が夏の季語として、最時期に掲載されていることから、夏と表現した。また二十四節気においても夏にあたる。北海道南部の大沼国定公園においても、群落が多数あり場所により開花の時期が違う。駒形家の噴火によってできた湿地であったり水の溜まる地形が多いために、水場省には敵したちと言える。田中澄江が、新、花の百名山で、 薬師岳と北の又岳の間にある太郎米表を代表する花の一つとして紹介した。各部のスケッチ一つの肉質の果女には数十から数百の小花があり、それらすべてがおしべとめしべを持つ両性花である。仏言法が開いた時点で多くの小花は死髄が露出しており、充分可能である。湯髄は花女の表面には現れていない。開花の後数日すると、 カジの表面を押し上げるようにして湯水が出現し、多くの花粉を放出する。この際、地下受粉することがある。その後は、湯水からの花粉の放出が続く。このように、最初は、湿水だけが機能し、やがておしべが機能を始めるという開花システムを、死生戦熟と呼び、イネ科などの風媒花によく見られる。受粉後、カジは大きく成長し、緑色の肉質の花保になる。 種子が完熟したカホは、ボロボロと崩れ、果肉をつけたままで種子が散布される。果肉は軽く、スポンジ状であり、種子が水に流されるのを助ける。種子自体も軽く、水に浮く。種子は、褐色で、大きさ約5ミリメートルの半球型をしている。種子はしばしばのネズミによって食害される。未生は、条件の良い場所に定着すると3年程度で、 開花するまでに成長する。種子には休眠性はなく、湿らせた状態で温度条件が良ければ簡単に発芽する。一方乾燥に弱く、乾いた状態で貯蔵すると短期間のうちに死亡する。発芽率は高い。また、大きく成長した個体の会計から、細長く短い地下系が生じ、栄養繁殖することがある。栄養繁殖による子は、親個体のすぐそばに見られるため、 しばしば数個体がまとまって株立ちする。歯などの汁には中酸カルシウムが含まれ、肌につくとかゆみや水ぶくれを起こすことがある。根茎はかつて腎臓病や便秘などの民間薬として利用されたこともあるが、薬効についての根拠はなく、逆にアルカロイドが含まれているため、服用すると吐き気や脈拍の低下、ひどい時には呼吸困難や、 心臓麻痺を引き起こす危険があるので利用は禁物である。月のワグマは水場蕉の葉や花を食用とする場合があるが、これは冬眠後などに、体外の老廃物等を排出するための応答剤、下剤として食べるためであり、人間は絶対に真似してはならない。切手の衣装になった。種としての水場蕉は一種とされるが、いくつかの地域によく見られる個体変異が知られている。ただし、 いずれもその地域に固有のものではなく、そのような変異個体がよく見つかるといったレベルの減少である。日本の以下の都道府県で以下のレッドリストの指定を受けている。2007年8月現在、環境省のレッドリストの指定はない。上信越高原国立公園、中部山岳国立公園、白山国立公園などで自然公園指定植物となっている。 日本の多数の市町村の花に指定されている。また合併前に指定されていた。パルシステム生活協同組合連合会では、水場所というブランドの粉石鹸を販売している。ありがとうございます。